お疲れ様です、ポンタです。今日も信長の野望波動実況していきたいと思います。チャンネル登録ぜひお願いします。本日なんですけれども、信長の野望波動やってる方は三国志波動おなじみの方もいると思います。でも全然ゲーム性違うなぁと思ったかもしれません。はい、そんなわけで今日はですね、信長の野望波動と三国志波動の違いがどうして生まれてしまったかというところでぜひ説明していきたいと思います。これはですね、もうどんな天才プロデューサーでも絶対にここはですね、流されなければいけないというか、ここは絶対に引きずられてしまうというですね、ポイントが3つあるので、ここのですね、なぜ信長の野望は今こう信長の野望波動になってしまったのか、なったのか、そしてならざるを得なかったのかというところで、根源のところを説明していきたいと思います。3つありますね。はい、で1つ目なんですけれども、まず信長の野望は日本です。当たり前って言われるかもしれないですけど、日本なので、信長とかですね、徳川家康、そういったところがヒーローになってきます。でいいんですけど、信長どんだけすごいんだとかですね、中国の人とか韓国の人って分かりづらいわけですよ。だって皆さんね、韓国の英雄の勝負とか見てもそんなに分からないじゃないですか。誰がどういうぐらい能力値があってとか、馴染みがないので、だから国内市場でしかなかなかですね、売れないんですよ、信長の野望って。いや、もちろん海外でもそこそこは出ますけど、それにしたってやっぱ三国志ほどじゃないんですよ。三国志とかは海外で売り上げ立つんです。特に中国で売れればどんだけかって感じじゃないですか。だから、三国志ブランドっていうのは世界の市場を見れます。一方で信長の野望ブランドっていうのは国内がメインなので、昔はだいたいどっちもですね、同じぐらいで、信長の野望の方が勝ってた時期もあったんですけど、今となってみるとやっぱり中国市場がこんだけ大きくなってくると、三国志の方が圧倒的有利なんですね、売り上げという意味で。そういう意味で、どうなるかというと、信長の野望波動はですね、今やってる皆さんからぶっちゃけこう課金しないといけないシステムになってるんですね。だから課金圧がどうしても三国志よりも強くならなければいけない。強くなってしまったら当然なんですよね。俺たちには関係ねえじゃんって思うかもしれないんですけれども、例えば僕スーパーセルっていうですね、海外のゲームでよくやってるんですけど、そこで課金がすごい少ないんですよ。500円とか600円とかで毎月十分遊べて、それはシステムの問題にもよるんですけど、あっちは当然なんですよ。全世界から薄く巻き上げてるんで、そういう良さはあると思うんですけど、で三国志は日中とかですね、韓国とか、下手したら世界中のですね、中国人から買ってもらえる、そういうポジションにあるわけです、三国志っていうブランドは。ただ日本でしか売れない信長の野望波動は、その分だけ今いるユーザー、日本のユーザーに課金してもらわないと成り立たないので、どうしてもですね、課金圧が強くなってしまうっていう、三国志波動じゃなくて信長の野望波動やってる方はですね、なかなかこう三国志よりもちょっとこう課金促すポイントは多いなと思うかもしれないんですけど、それはやっぱりそういう需要があるというところがあります。これはプロデューサーが悪いというよりも、そういうですね、信長の野望っていうブランドがなってる、日本市場向けになってるので、しょうがないと言えるかなと思います。もちろん徳川家康が中国で人気とかはありますけれども、大きな意味ではやっぱり関羽とかも神様ですからね。関羽絶対応援するとかですね、超大好きみたいな人もゴロゴロしてますけど、それに比べてやっぱり日本は弱いという意味で、はい、なかなかですね、日本の武将は売れないのかなと思います。でその次がですね、大陸の形になります。で三国志は中国大陸を舞台にしてます。で中国大陸は洛陽っていう真ん中の都を中心として、大きな真っ平らなですね、中国大陸の大地になってます。一方で信長の野望の方は日本列島を舞台にしております。日本列島を舞台にしているっていうことはどういうことかというと、細長いんですよね。はい、東西に細長い、これでどういうことかっていうと、やっぱりですね、ストーリーが一本道になりやすいんですよ。信長の野望感度波動はですね、かなりそれでもいろんなことができる方なんですけど、例えば武田家だったらどうしてもまずは信濃を制圧して、その次に、駿河行くか、それともそうですね、上杉の方行って、徳川を潰して織田を潰して京都みたいな、そういうルートが決まっていて、割とこういう追体験ができる、日本列島に思い入れがある人にとってはそういう追体験が楽しかったりするんですけど、こういうですね、シミュレーションゲーム自由度をですね、重視するような信長の野望のようになってくると、日本列島の細長さっていうのはですね、こうやっぱり一つのゲーム性の縛りになっちゃうんですね。武田家がいきなり三好家と戦えないんですよ。そういう意味においては、日本列島というですね、縛りがある信長の野望波動は三国志波動に比べて比較的ですね、全土をこう駆け巡るっていうわけにいかなくなります。またあと日本列島の遅延が強いんですよね、戦国武将って。例えばなんですけど、武田信玄が
大阪にいたら変じゃないですか。まあ武将としてはいますけど、まあ、そこででもちょっとした違和感あると思うんですけど、やっぱ大名家がですね、それぞれの本拠地があるっていうのは崩せないじゃないですか。三国志の方は劉備が南いてもそんなに変じゃないんですよね。で各地にぶっ飛びできるんですけど、でもこうですね、日本列島は地縁があったりするので、その土地にですね、その武将がいないと変になるみたいなところがあって、なかなかですね、各地までぶっ飛ばせないっていうところあるかなと思います。まあ、なので、これが良し悪しじゃないですよ。これで面白いゲームって十分作れると思うんですけれども、それが、そういう縛りがあるから逆に。ただ、まあ、そういう意味において、どうしてもですね、武田信玄を、京都に本拠地を置くわけにはいかないみたいなですね、そういう縛りがゲームシステムには起きざるを得ない。そして、ストーリーを作るとしても、割と一本道というかですね、はい、ならざるを得ないっていうのは、信長の一つの宿命なのかなと思います。で、最後にですね、大河ドラマっていうのがあります。信長の野望はですね、いつも大河ドラマで戦国の舞台になった時に、いつも出されているんですけれども、みんなが戦国時代を気になったタイミングで、信長の野望をですね、買ってもらおうという戦略が取られています。ちょうどリズムもですね、同じぐらいなんですよね。3、4年とか4、5年に1回出せば、信長の野望、そこでちょうど大河がぶち当たるっていうところで、はい、なっています。まあ、なので、良くも悪くも、大河ドラマというものに光栄は引きずられる、まあ、そこを利用しているという面があるのかなと思います。ですね、例えば皆さん忠臣蔵とか好きですか？多分ね、今の若い子はあんま忠臣蔵好きじゃないと思うんですよ。なぜなら知らないから。はい、まあ、そんな感じでやらないとどんどん人って忘れていっちゃうんですよね。戦国時代に限らず、そんな忘れていかれる歴史物語の中で戦国がなぜ人気かといえば、一つはやっぱり大河ドラマっていうところでいつもこう宣伝されて、信長こんな人だとか、家康かっこいいぞとかですね、そんな感じでこう宣伝をしてるっていうのはすごいいいことで、そのおかげで信長も続いてる、そして売れてるっていう面はあると思うんですけど、逆にそれに縛られてしまって、例えばですよ、ゲームがもうちょっとですね、調整欲しいな、時間欲しいなとなっても、やっぱりこの1月に絶対合わせなければいけない、なぜならそこの時期に大河ドラマ始まるからみたいなですね、そういう縛りがどうしても生まれてしまうっていうのが三国志との違いかなと思います。三国志についてはもちろん映画もよくやってますけれども、読みづらいので、そういうところで言えば 3、4年前からですね、大々的にこの武将が主役になって、ここの土地が有名になるみたいなことがですね、分かっている信長の野望派とってすごいマーケティングとあれなんですよね、相性が良くて、まあ、そういう意味で大河ドラマによくも悪くも引きずられる。もう今回の波動なんか分かりやすいですね。本当に映画と大河ドラマどうするやつですね、そちらに合わせてきたっていうのは分かりやすいのかなと思います。はい、いかがでしょうか。三国志波動と信長の波動の違いなんですけれども、まあ、一つは日中の市場の差ですね。中国というですね、たくさんこう設けられる場所を持っている三国志波動の方がまだ課金圧は弱いというところですね。で、もう一つが大陸の形。どうしてもね、東西に細長い日本列島の方がゲームシステムはですね、縛られて狭い中を通っていくっていう形にせざるを得ない面があるというところですね。まあ、だからといって別にこれがですね、三角形の、はい、このマス目の大きいっていうのをしなくてもいいんじゃないかと思うんですけど、まあ、それにしてもやっぱりこう中国大陸よりは縛りがあるというところですね。で、もう一つが、はい、大河ドラマっていうものがある。で、これがあることで信長の野望を宣伝めちゃくちゃ、ね、されて売れるという面もありますし、逆に言えばそこにですね、いろんなスケジュールを合わせなければいけないっていう辛さもあるのかなと思いました。はい、いかがでしたでしょうか。信長の野望と波動と三国志波動、これはですね、プロデューサーがどんなに優秀でも、むしろ優秀だからこそそういったところにですね、合わせていかなければいけないっていう面があるというところで、まあだからなんだって話なんですけど、はい、あ、そういうことなのかなみたいに生ぬるく見るのがいいのかなと思います。まあ、ちなみにこれ私の試験なので全く違うよっていうところもあるかもしれないんですけど、チャンネル登録ぜひぜひお願いします。どうもありがとうございました。失礼します。